こんにちは。おはよう。ご夫妻します。本当だね。久々だね。1ヶ月半ごとぐらいに会ってる感じですかね。嘘つきやね。毎週会ってるじゃない。<laughs> <laughs> ということになってる。ね、<laughs> バレてるよね。えー、皆さんにはねあの。春になりましたね。そうだね。暖かくなったね。あのそろそろバイクに乗りたいんですけど。あの視聴者のね皆さんもあのこんな暖かくなったんで、えー、ちょうど えー、今日この番組収録のときには、うんえー、雨が関西は降っててね、はいえー、もう葉桜になっちゃったんだけども、はいえー、ということはあったかくなったということですよ、えーね、桜満開の時はまだ寒いもんね。相変わらずあの仕事に追われてオートバイに乗れない日々が続いてるんですけど、はいまあ、乗るために、うん、この間、うんえー、ヘルメットを買いました。お <お>前え山、ーまあ、ちゃんやっぱしね対米金戒隠してるね, <laughs> ね隠してないってどこの口座を<や>持ってんの, <Z> の <laughs> まああの一応消耗品やというので、はい、前買っててからもう五年ぐらい前なのでああそれはね、えー、あのちょっとそろそろ買い替えようかなそ <laughs> っ,っちゅうのねあのー、乗ってる人は特に 髪のの毛がね。頭皮の脂がつくから発泡スチロールやゴムがたむんねまあなんか今こう取り外してね洗ったりもできてるんですけど新しいのはね僕らの時代はそんなことなかったからね何買ったんって聞いてくれないんですかあ何買ったの知らんよ聞いても何を買ったのメーカーで言えば洗いす。あ頭の形が洗いの方がぴったりだった そうですね,ね。昔から言うのは、ショーケーモデルと洗いモデルは頭の形によってあの、はい、随分と違うというね。うん、あ僕全然それが分かってない。あ、そう。ずっとあの被り続けてるから、それとも<ー>うブランドが好きだから。 いいやいや、なんとなくですね、ずっとそういえばその僕、去年、ジェットヘルがね、はい、多いんですけど、あんまりね、勝山さんとこうやってライドさせてもらって、うん、改めてちゃんとヘルメットは、ね、命と頭を守るもんなんで、し、うん、しっかりしたフルフルェイスをとあ。俺は逆に今、ジェットを省エ英に一つ用意してもらって <laughs> え、ペイントをしてもらってるとか、<laughs> <ー>デザインをしてもらってるとか。 <laughs> まあ、まあ、片山さんほどね、その上級者ならばねその事故をも回避できるでしょうけ <laughs> そんなことはないよそうやってね <laughs> あ<の>もうちょっと安全を配慮しまあ気をつけてね、はい井、はい、の,のヘルメットを買いました、はいはい、で、同じくうちのかみさんも、えー、と同時にヘルメットをお何を同じように、まあ、省エイを買いましたああそうなの、うんです 2>, 2人とも一応あのちゃんとフルフェイスを買ったんですけど、うんうん、あの、今回買ったのは、えー、と無地 はい、ソリッドモデルっていうんですかね、うん、真っ白な洗いのラパイドネオっていうのを買ったんですけど、うん、あのもうツロンとしてねあんまりこう空気入れるこういっぱいこう突起物がね、うん、ほぼあほぼゼロ。あのー 空気の出し入れのダクトがついてるだけで高くなったりするもんね。そうそう高いね。高いね。いや僕に聞かないで。<laughs> 僕もあんまりね、えー、現金出してヘルメットかかったことないから、もう、そうね。山ちゃんには申し訳ないんですけど。いやいやまあ僕たちは。翔平さんがくださって、ありがとうございます。い,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 いやいや,いや,いや羨ましい限り、誰かくれへんかな、もうね、本当に。いや、まあまあ、ということでね、まあ改めてその白かったんですけど、はい、まあいっぱいこう、白かった理由は なんかとかシンプルなやつであんまりするとお金かけれないのでグラフィックモデルかあの色な真っ黒か真っ白か、まあ、白が一番数多く出るんだろうねあでしょうねなんとなくあの白が一番綺麗な感じがしたのでステッカーチューンでもしてください<笑><笑>はいで、まあ、そのグラフィック頂 <laughs> <laughs> い,いてますもんねちょっとどこで書かっこよくってかとか であのこうグラフィックモデルいろいろ見てたらですね、はい、まあいろんなこうかっこいいモデルがあるんですけど、はい、改めて、はい、改めてですよ、うん、あの、片山モデルの赤金あるじゃないですか。あのデザイン、秀逸ですよ。今頃、<や> <laughs> ありがとう。本当に。うんあの そ考考ええててデザインしたもんいやでもそれってうん十年前の話でしょうだねそ1十年前に片山さんが考えて考えて作ったデザインが今見ても美しいってまあどこから角度見てもあの片山だと分かるようにデザインしたからね当時からねあの個性的に見えるようにこういうふうにひっくり返しながらうんいやあのこう派手すぎるとね なんかちょっとその下手くせやのにかつこの年やのに何派手なんかぶってんねん、まあちょっと自分に自問自答するわけですよ。えそうそうねあのねよく YouTube のコメント欄に書いてあるんですけど、はい、きっとね片山モデル買えるっていうことを知らない人が多いんちゃうかな思って。

まあまあ、あの別に今、の僕のね <laughs> あの、あれのヘルメット買ったというニュースなんで、まあ、そのついでに、片山さんの赤金モデルを買うには、うん、そもそもどうやって買えるんですか、えっと、今、最近は、うんえー、販売しているのは関鳥羽というところで販売してて、Facebook、はい、の関鳥羽ブランドというコミュニティがあって。 ブランドねちょっとそれリンク貼っておきますね概要欄にそこにメンバー登録するとよほど怪しげな人でない限りは入れる今まで拒否された人おるんですかいや何名かいるようだけど私は知らないんでそれは担当者がそうな一応こう何名か入れなかったんじゃないかねそういうには聞いてるじゃあそのもう一度確認のブランド そういうアルファベットですよね,そうだねアルファベットです、ねうん、キトバブランドにまずはアクセスしてフェイスブックページに、はい、であの友達申請というのかねああメンバー申請、うん、申請するんですね、うん、フォローの2つ3つの,あの、えー、質問があってそこに答える、うんうん、で簡単な答えを書いて、うんえー、それで、えー、中に入ると過去に、えー、例えばグラブを売っていたとかジャケット売ってたとか えー、ブーツ売ってたとかジャケットも聞きたいジャケットも聞きたい、うん、で、そういう中に、うん、まあ随分とあの書き込みあの時間軸とともに流れてしまうのがフェイスブックだから下の方にもしくは上に、あのー、検索のところにヘルメットって入れるとヘルメットのことがダーッといくつか出てくると思うその販売担当の人にちょっと言うといてくださいうなく上の方にもう一回記事上げといてと。 もう一回書いてね僕はそういうの言うのも嫌だってまあ検索して見るようになってるんでしょその分かりづらさがいいんじゃないのメンバーになるのは別にお金いらないんですねいいよまずはメンバーになってでそこにはせき馬のいろんな情報が上がってくるわけですねこのメンバーになったその情報が流れてその中にそのヘルメットの購入のまあ手法書いてあるあれはメーカーは別に何でもいいんですか最初はねあの。 デザインをヘルメットごとにしないといけなくて例えば S サイズ帽体が M サイズ L サイズっていろいろあるじゃないそのサイズによって微妙にデザインをやっぱしペイントする人がね変えていかないといけない一番いい写りのま写りのいいライン撮りをするのでということを考えれば。 メーカーが変わると防体がごろっと変わるので、はいはい、ダクトの位置だとかねシールドの形だとか、うん、そうするとしょっちゅうそれをがごろごろ変わるとデザイナーが大変で、うんえー、当初は省エのこのモデルこのモデルっていうふうにだけ絞り込んで、はいえー、やったんだけども今もう一通り、えー、どのぐらいだろう百何十名が。 買われたのかな<ー>、うん、でそれが一通り終わったのであの待ち時間も随分と短くなったし<ー>、えー、でデザイナー工房の方と話をして<ー>まああの一品でこういうモデルにも<ー>、えー、塗ってくれませんかという。 要望が最近ポロポロ出てきてそれにも対応してるみたいだ僕見たのは片山さんが使ってるエ英のね一番ええやつ X なんとかとあと兜ってカうトもあったね今は荒井もやってるね当然その洗井やエ英のモデルであったとしてもえその中にもいくつか種類あるじゃないですか はい、ヘルメットはねもうすでにデザインが固まってるモデルもあれば同じ照英だけどこのモデルはまだデザインできてないからちょっとデザイン起こすところからスタートやねんっていうのもあるわけですまあ当然位置からただ限りなく、はい、あの見た目は片山ヘルメットのデザインに、うん、あのなるように、うんまあ、ダクトのところを少し逃げたりね、はい、いろいろしないといけないからあれは例えば僕今回洗いのヘルメットをあその。 お店で買ってね買っちゃったじゃないですかそれ送ればいいんですか僕にくれるのペイントしてもらうの今の基本は新しいヘルメットというのは古いヘルメットっていうともう3日前のものから3年前のものまであるわけじゃないで、それの痛み度合いとかああのまメーカーさんがあまりよろしく思わないものもあるんで だから、基本、新品を注文してくださいあっなるほどなるほど、はい、そうするとそれに、えー、全部こう剥がして、うんえー、一旦剥がしてそれでペイントして<ー>もう一回組み立ててそれでお送りすると<ー>、うん、じゃあ省エ英のこのモデルサイズはこれ、うん、で、えー、お願いしますって言えば新品のやつを準備してくれてそ,そ,、うん、それをペイントしてペイントを送ってくれるそうそうんですか 白になんだけども<え>、えー、赤金<え>さっき言ったあモデルだとベースのヘルメットが黒がいいらしい膨体<ー>がその方が色が入るんだってーでメーカーのおー生産状態によっては、うん、やはりあの白が一番よく出るんで、はいえー、当分の間黒は作りませんってなると。 白を買ってあえて磨きかけた後に黒塗って黒塗った後に赤金塗るというすごい手間ですねその方が赤がバッと入るらしい赤金が一番そのオーダー入ってる時で待ちどれらい半年以上半年以上半年以上長い人は7か月ぐらい待ったんじゃないのかなへえ <laughs> 俺も最近のやつで三月ぐらい待ったかな<あ>自分のでも <laughs> <山> <laughs> 割り込むと申し訳ないからああそうね待ってくれてる人もおるから片山さんとも、えー、片山さんとはいえはい <laughs> すいませんちょっと順番お願いします <laughs> <laughs> あのこう列の後ろに並ぶわけですからそうやってあの片山モデルが欲しいって人は変えるっていうこと そうだねちゃんと使えるということを改めてお話しするのと僕のその洗いはその白い棒体のまましばらく乗りますので乗ってくださいロスマンズだったら白のまま塗れるよこれがしようかしねいつ買ったかよう分かってるっていうねただ落としたかどうか分からないからね はい、だからいません、はい、言いかけたのは奥さんもフルフェイス奥さんもフルフェイス奥さんはショーエ江のフルフェイスをまた買いました、うんうん、なるほど、何言いかけたかなんか思い出せないよ <laughs> もうずーっと、もう二百数十キロで走ってるんだから <laughs>、ね、さっき落とした言葉なんてもう忘れてるよかっこええな <laughs> 師匠かっこいいですね、相変わらず相変わらずかっこいいですね何を言って、はい、ということで今回はえっと新しいヘルメットを山ちゃん買いました、はい、ということと片山、okay うんえー、モデル はい、の、えっと、ヘルメット。はどうやって買えるのか。はい。この二つの情報をお届けさせて。いただなるほど。高いよね、昔からね。いや、高い。ブリカムンってね。高い。ね、こんなヘルメットって高かった。そう、それでもね。タイ米はたいてね、買ってくださる方がいるんだから。もう。それでもね。さっき言った個数ぐらいのペイントの中で。二人ぐらいは。あの。 ペイント工房のミスがあったり、ね<ー>うん、やっぱりちょっとこう傷がいったまま出してしまったりして<ー>もう一回塗り直しのために2週間<ー> 2> 3週間時間かかったりも<ー>、うん、そういうことはやっぱし一点一点手作業だからありえるよね。職人さんが。そういういのは、あの 申し訳ありませんって何かこうプレゼント何をプレゼントしたか僕は知らないんだけどプレゼントしながらあの時間とね本来ならば手に入る時間に入らないわけだからすごいがっかりだよね一旦来てえ「え違いますよ」って「傷がやいありますよ」とかって「僕は傷つきは注文してません」みたいな <laughs>。 でも、みんな名前が違ったり、うんえー、ここにこのステッカーを貼ってほしいとか、いらないとか、もうすべて、あの、関戸場は、うん、もう、ありとあらゆるものの、えー、オーダーを聞いてあげようというところから、<ー>マスプロダクションが嫌いなのよ、ね、僕自体が。もう、オンリーワンが好きで。だから、オンリーワンを限りなく、えー、関戸場ユーザーには、 与えたいと例えばグローブにしても、うん、グローブのここにあるワッペン、うん、ラバーワッペン、うん、山ちゃんと一緒にいろいろと選んだやつあるじゃないあれでもあの色違いを選べるできんねや皮の色違いからラベルの色違いから昔モデルの色がいいとか新しい色がいいとかえでサイズも違うしもう大変よ <laughs> えそれってえ何種類か何か選べるってことですか うん、あのパターンは一つなんだけども、うん、あの色が、えー、黒があったり、うん、革のね、うん、色があの、えー、同じものでも違うものがあってひ<ー>ょっとしたらあの黒い革のやつはまだ出してないかもしれないな<ー>勝手にいったな<ー>俺が<は>。<laughs> いやー、あのー、って思うと安いね。 いや高いか安いかはね本当にオンリーワン自分の思い通りのわがままで作れる思い入れが強くなるじゃないパッと見て隣の人間と同じものでの安心感っていうのもこれはこれで共有はできるんだけども違うな俺のはこれあえて選んだんだっていうようなそういうんか思い入れが僕の世代になると 一つ一つを大事に着たいと思うから。T シャツ以前に作ったやつでもはい、はい、T シャツの色が5種類ぐらいあってサイズが5種類も6種類もあって、はい、プリントが前なのか後ろなのか選べてでワンポイントもつけるかつけないか選べてって組み合わせ考えたらとんでもないでしょ。うん、そんなことやらないよ。うん、<laughs> スタッフ大変よだから。<ー>で、間違ったらもう一回作るわけでしょ。うん なんかあの、その細部にもこだわか片山のこだわりと哲学が含まれてるわけです、ねうん、でも多分ねあの勝った人がそこまでの,あああのこちら側の大変さとかね思い入れを、うん、あの汲み取ってくれてるかというのは分からない、うん、ただ俺たちがそういうふうにしてあの実はものすごいこだわりで出している、うん、要はもう無理難題をできるだけ取り入れようと。うん でそれが限りなく片山らしさがそ、うん、実はそこに入っていて多分関戸川とか片山ブランドの,あの、えー、愛用者はそういうこだわりが好きだったんだと思うんだよね。男の子基本そういうの大好きだからね。<laughs> そうだね短切り雨は俺はあまり好きじゃないからあ<ー>、うん、まあ俺が好きか嫌いかでそういうふうにやってくれよというふうにスタッフに。 言ってるんで、えー、まあその買う買わんは別にして、一、うん、回そのセキトブランドに、うん、え申請出して、うん、その片山さんのいろんなこだわりのアイテムを見ていくだけでも楽しいですね。うん、かもしれないね。うん、まあ入ってる人の多分あの半数以下ぐらいじゃないですかね、買ってる人はね。<ー>うん。あの今千五六百人いるのかな。でも結構いらっるいる。半分ぐらいはあの。 冷やかしで来てるだけだと思うよそれでも嬉しいじゃないですかいや少なくともね興味があいろんなそうだよね冷やかしじゃないですよきっとどうしようかなでもカミさん怒られるしいや好きなものがあのないっていうのもあるよね別にあのいろんなオートバイブランドね世の中にはあってありとあらゆるものを揃えている国内メーカーもあれば海外メーカーもあるわけじゃない石戸場なんて俺があれ作ったらどうこれ作ったらどうってたまにポロっと言ったこと をこうるだからまあそんなにたくさん品ぞろえして、あのー、大きな山商品群を作ってるわけじゃないからね今日そのねおしゃれな赤いレザー、うん、られてるじゃないですかあ,ありがとうございますちょっとその辺についても、うん、ちょっと次回ちょっと触れたいんです、はい、ちょっとレザーについて、うん、これはあの前に山ちゃんがねデザインしてくれた基本系のやつの 2021年バージョンなのあところどころ違うんだけども、さっき、袖通して、あ腕が細いじゃないですかとかって言ってたそうそうそう、ちょっとそれ、ちょっと次回に、これはプロトバージョンでね、この赤いレザー、覚えてくださいね、この赤いレザー、はい、ちょっとこれは日本で作ってこのことについて、次回、ちょっと聞いていきたいと思います。そのうちに、本番バージョンがもうそろそろつくんじゃないかな。